私たちチドリームスと言います。よろしくお願いします。この暑い中皆さんたくさん集まっていただきありがとうございます。今からバンド演奏を始めるので、よかったら皆さんね、知ってる曲だったら一緒に乗ったりだとか一緒に歌ったりして最後まで一緒に楽しみましょう。それでは、はい、はい、1曲目大丈夫でしょうか。それでは1曲目、夜遊びでアドベンチャー。いつもの一日から抜け出して、目覚めるような冒険の会、回る地球儀を目印に、サイバーアイディアと特別な一日。ちょっとね、今日はとっても暑いので、あの水分補給たくさんされてくださった思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったろう、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、会話の顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、最後に見たいのは、きっともう君の夢の中。
はい、でベースが OK なのでで、その高等専修学校で講師をしてるんですが、そこの、高校生のみんなが社会音楽を通じて社会貢献活動をしたいと、このプロジェクトを立ち上げてくれまして、よろずバンドっていうのを結成してくれました。で今日が初のステージになります。で音楽だけではなくて、例えばこれから先はボランティア活動など、あの地域との触れ合いや、あと SDGs に関する活動などを、行っていきたいなって思ってます。じゃあ、そんなよろずバンドの、最初の記念すべき最初のステージを皆さんを目撃してくれるってことなので、楽器を始めて間もない人もいますが、応援してください。お願いします。よろずバンドの初ですね。じゃあ皆さん大きな拍手と手拍子をお願いします。空に消えてた
見えるってさ、地べたに寝転んじゃうあたり、ああ君らしいなって思ったり、時間を忘れて夢中になった、赤信号は点滅してる、肌寒くなり始めた季節に僕らは初めて手をつないだ、二人の物語り、
ませんか。はい、アンコール来ました。これを盛り上げるためにやってまいりました、あの市長の田辺です。ということで花見校区の夏祭りさらに盛り上がっていくためにもう一曲いけますよね。はい、いけるということですんで、皆さんさらに楽しんでまいりましょう。よろしくお願いします。皆様、皆様アンコールありがとうございます。貴重なお時間頂戴いたします。隣にたくさんの方にアンコール言っていただけると思ってなくてびっくりしております。はい、アンコールの曲、ね、せめてみんなが、ね、楽しく歌えるようにと思ってこの曲を持ってきました。準備は大丈夫ですか。はい、それではAdoさんで私は最強。
り上げていただいてありがとうございました。よかったね。